大隅ブライトとは、日本の競争馬である。1999年、札幌賞2着のほか、同年の京成杯、神戸新聞杯を制した。馬名の由来は、冠名、大隅に輝きを表す、ブライト。半妹に2001年阪神ジュベナイルフィリーズ3着の、ほか、重賞3賞の大隅コスモがいる。デビュー2戦目の新馬戦。 京都3歳ステークスを連勝し、朝日杯3歳ステークスは、距離不足から敗退したが、この年から2000メートルに距離が延伸された、京成杯で勝利を収め、クラシック候補に名乗りを上げる。同舞台、同距離のサツキ賞では、スプリングステークスでの敗戦と、中間順調査を書き隊長を崩したことが嫌われ、人気を落としたが、2着と結果を残し、 東京優春4着後には4歳馬ながら果敢に宝塚記念にも参戦した。秋には神戸新聞杯で優勝し、2度目の重賞制覇を飾った。しかし、小馬となってからは制裁を書き、芝、ダート、短中長距離といったあらゆる体型のレースに使われたが敗戦が続く。現役晩年には障害転向を試みたが、飛び越しの拙さから成果を上げることはできず。 結局、神戸新聞派以降は、未勝利に終わり2004年12月現役を引退した。引退後は、立東ホースクラブに乗馬として引き取られている。2014年時点で、奈良県天理市にある乗馬クラブ、クレインオリンピックパークに在籍。ありがとうございます。